本当にでもね、できるんです。で、本当にやると、アプリの方もほら、動いてるでしょ？完全にこれはリンクしてるわけですね。なので、これすごくいいですよ。自分のこの、ピボットのやつより、こっちの方がいいぐらいいいですよ。どうもこんにちは、ミカスです。今日はね、こちらを紹介しようと思うんですけど、ウィンドブースター。はい。これ何かっていうとですね、まあ、車につけるスロットルコントローラーなんですけど、で、まあ、Bluetooth とここに書いてありますけどね、何しろ箱がそもそもすげえちっちゃいんですよ。ちょっと中身見てみましょうか。こんにちは。うわ。かっこよ。ちっちゃ。これですよ。このサイズのこの操作、モジュールというかね。まあ、おそらくこれが Bluetooth で繋がるんでしょうね、本体と。もうね、アルミのボディで、ここ USB の穴がついてて、めっちゃかっこいいの。普通ね、日本のこういうものって樹脂だったりするじゃないですか。アルミボディですよ。かっこいい。そして中身はというと、ズバッ、おー、あ、なるほど。いわゆるアクセルペダルの、まあ、ペダルとセンサーの間に割り込ませて、アクセルの踏み具合をごまかしてやるっていう、そういう商品ですね。いや、でも面白くて、これ、まあ、ライトニングじゃないですか。さっきのこの画面、ここ USB-C じゃなくて、ここライトニングなんですよ。マジで？アップル以外で、メス側のライトニングを使ってる商品初めて見たな。はぁ、ライトニング。まあ、データ通信量そんな多くないんでね、ここはね。まあ、ライトニングで十分なんでしょうね。はい。まあ、USB と違ってライトニングっていうのはガチッと刺さるんで、それがいいとこなんですよね。さあ、取り付けは非常に簡単でですね、今時のこの電子スロットルのね、アクセルっていうのは、センサーがついてるわけなんですよね。で、そこに入ってる線。はい、こういうカプラーですね。これ車側のカプラーで、で、センサーの方はもう差し込むタイプなんで、そこに、こいつを割り込ませてあげるだけです。なので、ガチャッと。で、これをペダルのところにガチャッと入れれば OK。はい、そしたらあとは、これに、ライトニングを、ザコッと刺せばおしまいです。あとはもうこれを貼り付けるだけですね。では、ちょっとエンジンかけてみましょうか。はい、で、箱にある、QR コードを読み込みます。で、アプリダウンロード。はい、開く。Bluetooth、OK。はい、そうすると、ちょっと見づらいんですけど、ID ナンバーが本体にね、こう、ボタンを押すと出てきますんで、それを入力する。はい、あっという間に繋がったな。そうすると、はい、こっちもちょっと見づらくて申し訳ないんですけど、Bluetooth で S6A っていうマークが出てて、で、今、ノーマルモードですね。で、スマホアプリもこのように今ノーマルモードになっていると。i オート。なんか、オートモードがあるみたいですね。それから、スポーツ、スポーツプラス、レース、ドラッグ。ドラッグが一番レスポンスいいんでしょうね、きっとね。で、さらに、エコもあるし、アンチスリップ。これね、ここで自分でこう、ほら、こうやって、変えられるんだ。なるほど。本体でもね、できるんです。で、本体やると、アプリの方もほら、動いてるでしょ？完全にこれはリンクしてるわけですね。なので、まあ本体でもできるんですけど、アプリでこう、ね、例えば今エコだ、エコマックスになってますけど、多分、すごいレスポンス悪いですね。はい。まあこういう風に、アプリでできるっていうのはちょっと面白いですよね。ではちょっと、実際どんなもんか走ってみましょうか。さあ、ではですね、今、ノーマルモードにして走ってます。で、鳥はちょっとね、見づらいんですけど、ここに仮付けしました。めっちゃかっけえ、これ。
でですね、まず今回このハイエースにつけたわけなんですけど、このハイエースっていう車は、まあ、基本的には商用車じゃないですか。ね。で、会社で車使うのになるべく燃費はいい方がいいと、まあみんな言うわけなので、いろんな燃費対策がしてある車なんです。例えば、同じエンジンなのに、新しくなるごとにオイルの粘度の指定粘度が、ね、10ワットだったのが0ワットになってみたりとか、ミッションが6速になったりだったりとか、いろんな燃費対策がしてあるんですけど、その中の一つに、あんまりね、こう、アクセルいっぱい踏んでもあんまり燃料吹かないようなセッティングになっているんですよ。だから、すごくアクセルだるいんですよね。はい、まずそういう特徴がある車なんです。なので自分は、そもそもピボット、日本のね、有名なメーカーですよ、ピボットのスロットルコントローラーをつけてあるんです、そもそも。で、今回それを外して試してます。で、今ノーマルモードで久しぶりにね、何も調整されてない状態に乗ってるんですけど、まあだるい。車がこれガソリンの 2700cc でスーパーロングなんですよ。一番重たいハイエースで、ガソリンエンジンなので下の力がないんで、よりこうギュッとは走らないんですよね。ドロドロドロっと走るんですよ。うん。なのでまあノーマルモードこれ耐えらんなくてスロコンつけたわけなんですけど、そのピボットのスロコンに対してこのウィンドブースターがどうなのかと、まず前提としてそういう話があります。で、まあ当然ノーマルモードは普通に久しぶりに乗ったこのだるい感じなわけですよ。はい。で、ここでじゃあエコモードにしたらどうなるかやってみましょうか。ますますだるくなるとは思うんですけど、今ちょうど信号赤なので、はい、止まって、これね、走行中にスマホいじったらこれながら運転になっちゃうんでね。はい。で、エコにしましょう。で、とりあえず今4になってますね。さあ、エコどんなもんかな。さあ、おお、走んねえ走んねえよ、全然走んねえ。アクセルを 80% ぐらい踏み込んでようやくちょっと動くみたいなね。これで今エコ4です。で、これすごいですよね。9段階に設定できるんですよ。いや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 、ピボットのやつはスロコンだけじゃなくて長距離移動するんで、いわゆるクルーズコントロールをね使えるようにっていうクルコン付きのにしてあるんですよ。なので、クルコンを解除できるようにブレーキを踏んだら解除ってなるようにブレーキの方にも実は配線ってやるんですよ。でもこのウィンドブースターは単純にアクセルのレスポンスを変えるだけっていう、まあ、昔ながらの、スロコン、それが Bluetooth でつながるっていう。しかもこれかっこいいですよね、これね。はい。じゃあ今もうね、もう分かったんで、じゃあちょっともうエコ全開にしましょう。全開エコ9。さあ、お、ちょうど信号青。あー、動かねえ、動かねえよ、車が走んねえよ。はい。もうマックスにすると、もうすっげえ踏んでますよ、今。アクセルベタ踏みにして、ようやくウィーンと動き出すような感じ。すげえな。すごいぞ。はい、じゃあちょっとここ、横一旦止まりますね。じゃあ今度はスポーツにしましょうか。普段自分はピボットの場合はスポーツで結構強めにしてあるんですよ。あとにそうオートがあるんですけど、オートちょっとどうなるかわかんないんで、まずはマニュアルでやってみましょう。で、スポーツの、まあ、じゃあ真ん中辺で読んでいきましょうか。はい。お、別物じゃん別物じゃん。あ、スポーツの4だとピボットの自分がいつも設定してる3とか4とかよりちょっと弱いかなぐらいですね。はい、っていう感じです。これも同じく9段階ありますんで、で、もちろんですね、これエンジンの出力が変わったりするものではなく、単純に、アクセル回路をごまかしてる
ちょっとしか踏んでないのにアクセルいっぱい踏んでるだとか、いっぱい踏んでるのにちょっとしか踏んでないみたいにごまかすだけのものなので、エンジンが壊れたりとかっていうものではないですね。はい、スポーツプラス、おー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 、いいねいいねいいね。はい、俊敏です。すごく俊敏。やっぱりね、このぐらいがいいよ。ハイエース、このスポーツのプラス、この6番っていうやつね、これすごくいいですよ。じゃあちょっと止まりましょうね。これドラッグとかにしたら、ちょっと踏んだだけでアクセル全開みたいな、なんかそんな感じになっちゃうんじゃないのこれ。はい、じゃあね、スポーツプラス良かったですよ。じゃあまあ次レース、レースの怖いな、 4ぐらいにしておきましょうか。はい、じゃあ次レースの4いきます。おー、あー、なるほどね。いや、ちょっと止まろう。もうレースの4分かりました。さらにレスポンス鋭いですね。で9にしたら多分元なんですけど、はい、じゃあドラッグですよ。これ最速、最速のドラッグ、ドラッグの9番いきましょうか。あ、もうドラッグは調整不可。あれ、レースは9までいけるんですけど、ドラッグは調整不可です。ちょっとドラッグいってみましょう。怖いな、相当アクセル入れます。あーあーードラッグ半端ね。ですね、イメージ的には、そうだな、ターボ車で、そうだな、280馬力近辺のパワーが出てるやつで、しかも低速トルクが強いやつ、みたいな感じ。しかもブーストが、制圧以上かかってる状態での、そういうターボ車みたいな感じに、ちょっと踏むだけでギュギュッと出てくみたいな、そんな感じですね。はい、なるほどね。いや、面白いな。なんかピボットのより全然これいろいろできる感じありますよ。じゃあちょっとレースの Q だとどうなるんだろう。あ、まあでもドラッグみたいな感じになりますよ、レースの Q。 はい、という感じで、まあ多分誰が乗ってもすぐ分かるぐらい調整幅が多いです。じゃあこのオートっていうやつですよ。オートって何？ちょっとオートで走ってみましょうか。オートは何、どう違うんだろう。ね、いや、ゼロ発進はすごくレスポンス良くて、自分がいつもピボットでやってる設定ぐらいですね。あー、ひょっとすると実際のアクセル回路に対して、要するにちょっとしか踏んでないときはなんかこういっぱい増量して、でいっぱい踏んでるときはあんまり増量しないみたい な、 なんかそんな感じですかね。さあ、ではですね、ちょっと長い直線に来たわけなんですけども、今30キロからの加速、今ちょっとキックダウンしましたね。キックダウンするほどのアクセル回路になったんですよね、ちょっと踏んだだけで。で今度は50キロから加速、ちょっと踏んだら、まあちょっと加速。あー、なるほどね。やっぱりちょっとね、制御が、ごめんなさい、細かい制御どうなってるかまでは正直わかんないんですけど、なんだろうな、いい感じです。え、これすごくいいですよ。自分のこのピボットのやつよりこっちの方がいいぐらいいいですよ。まあ、ただね、これだとクルーズコントロールはないんで、もともとクルーズコントロールがついてる車だったら関係ない話ですよ。あくまでもハイエースってクルーズコントロールがもともとない車にこれつけてあるんでね。はい、って考えると、もう取り付けなんて下手したら30秒ですよ。スポット線抜いてバチッと割り込まして、あとこれ貼るだけですからね。これがワイヤレスだったら最高なんだけどな。まあでもね、バッテリー充電とかって考えたら危ないのか。うん、
はい。まあ、ということで、取り付け簡単、見た目すごいかっこいい、で、これ、見えるところにつけたくないって人いるじゃないですか。自分みたいに。自分、ね、ピボットのスロコンついてるんですけど、見えるところにつけたくないから足元なんですよ。だけど、不便なんですね。設定変えるのに一時車降りないとできないんで。だけど、これだったらスマホで操作ができる。っていうことですね。はい。ということで、ちょっとね、話長いんですけど、初めてこの海外製の、いわゆるスロコン、つけてみたわけなんですけど、抜群ですよ、これ。抜群に、普通にすごく、このだるいハイエースが俊敏、しかもオートにしとくと俊敏すぎず、ね、めっちゃ俊敏にしたければめっちゃ俊敏にもできる。調整幅がめちゃめちゃ広い。はい。で、あと、そう。踏み出した瞬間が、エコだと、モワーンっていうカーブになってるんです。で、レースだと単純にアクセル踏む量だけじゃなくて、踏んだ瞬間にパンってなるカーブになってるんです。そういう違いもある。だから、すごい調整豊富です。はい。あ、で、最後に、対応車種。これに関してはもちろんワイヤーのね、昔の車じゃできない、この電子スロットルの車で、で国産車、輸入車問わずものすごいラインナップは豊富なんですけど、一応、公式で確認してから、購入してみてください。まあ、大体メーカーごとにもうカプラーの形決まってて、メーカーとあとある程度車種の種類もあるんですけど、まあ大体の車合うんじゃないかなっていうラインナップだったと思いました。はい、ということで今回はウィンドブースターでした。以上です。じゃあいね。さあ、いかがだったでしょうか。もしよかったらね、こっちの方登録お願いします。じゃあいね。